今 WBA 世界フライ級タイトルマッチ第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。赤いトランクス、白い線が入りました。チャンピオンのベツリオ・ゴンザレス、一方紫色のトランクス、サウスポースタイル、日本の挑戦者小熊翔司であります。果たして挑戦者の小熊がどのあたりで勝負を仕掛けるかというのが非常に興味を集めているわけであります。本人の挑戦者小熊に聞きますと中盤あたりでしょうと、まあ非常に常識的な見方を語っておりましたけども、海老原さん、はい、ゴンザレスの練習見てますと、準備運動しないでいきなりスパーリングやるでしょ、で第1ラウンド第2ラウンドぐらいは準備運動を兼ねて流しますよね。ちょっと左、ね、腕を伸ばしました、したがって小熊が先制攻撃を仕掛けるのも面白いんではないかという見方もあるんですが、僕は、ね、まあ、もう時間過ぎましたけどね、1回目から出てってね、まあ、奇襲戦法で1分ぐらい打ちまくって、でそういう戦法も面白いと思ったんですけどね、今日やらなかったですね。それを挑戦者の小熊としては左のストレートを軽くボディに持っていきました。サウスポーの利点をフルに生かす。今見せておりますけども、ゴンザレスの右へ右へサイドステップして右のフック、おっと今度は右のストレート、ゴンザレスチャンピオン。それとロープに詰まらない、コーナーに詰まらないということは、コーナーに詰まった場合 サウスポーのその持ち味が全く殺されてしまいます。このあたりを練習の時も非常に頭に置いて、ちょっと力の入った打ち合いになりました。ナイスアウト、小熊が詰めます。小熊が詰めた。ボディを2つ3つ連打で持っていきました。しかし小熊について一番大事なことは、もう世界の一流チャンピオンになっても恥ずかしくないテクニック、パンチ力は持ってんだ、いわゆる今までのように中途半端な消極的なタイトル戦をしないでほしい、そのあたりの踏ん切りがついてるかどうかだと、そういう見方も一方で強く流れております。ゴンザレスの動きどうですか。おっと、ミロック、ゴンザレス強いパンチでした。ちょっと今オープンブローですね、今。そうですか、音だけ大きかったですけどね。オグマがまた距離を詰めるところ、左のカウンターを狙っております。ゴンザレス、しかしゴンザレスよく相手を見てますね。見てますね、打ち合いになりました。お互いにフックを引っ掛けました。そしてパッと距離を取って低い姿勢で左のストレート、ボディ、オグマ翔司。あの大場に挑戦したとき、そして小熊の挑戦を受けたとき、あの時のゴンザレスは全くものの見事に素晴らしいフットワークを見せたんですが、第1ラウンドからご覧のように月日の流れはそのベツリオ・ゴンザレスをボクサーからファイタースタイルのチャンピオンに変えております。それだけにスタミナのロスを考えました。いわゆる軽いスウェーで相手のパンチを外すとか、そういったテクニックを非常に身につけているなという感じがしました。今ですが、小熊の判定勝ちのコールがあった瞬間、ベツリオ・ゴンザレスがトロフィーを蹴飛ばして壊しました。日本にやってまいりまして、記者団からそのことを話に出されましたゴンザレス。今第2ラウンド開始のゴングです。あの時は本当に若気の至りで恥ずかしいことをしてしまった、どうか許してほしいという非常に殊勝なことを言っておりましたゴンザレス。またオグマが距離を詰めました。オグマが詰めた。ゴンザレスをコーナーに捉えた。うっと、右へ軽くサイドステップいたしました。ベトリオ・ゴンザレス、こういうふうにいわゆる鶏を追うような形でゴンザレスを追い込むのはいいですね。いいですね。しかしゴンザレスも目がいいですね。カウンターが怖いですか、ああいう体型で。怖いですね、やっぱり。しかし怖いですけどね、それをやらないと勝てないですよね。右のストレート、ゴンザレス。しかし小熊も第1ラウンド、そしてこの第2ラウンド、積極的に相手のパンチに合わせるように、自分もその右のリードブロー、あるいはフォローする右のストレート、ゴンザレス、パンチを出しております。さあ小熊、ボディを叩いた。第2ラウンドのリング上、どうやらあのカントと対戦した時の小熊、あるいはアルフォンソ・ロペスと対戦した時の小熊、あの時の消極的な姿勢は今日は見られないような印象を受けます。スタートしたばかりのまだ第2ラウンドですが、小熊さすがに好調を物語るように積極的、勇気ある攻撃を見せております。また小熊が仕掛けます。右のリードパンチ、右のストレート、相打ち、叩き落とすようなパンチを見せましたゴンザレス。ゴンザレスの場合、右のショートストレートがフィニッシュブローなのか、あるいは左のフックなのか、新聞記者の意見も割れるところだったんですが、エビアさんはどうご覧になります。ちょっと言えないですね、どっちかって。そうですか、それとほとんど練習で見せなかったんですが、私はね、あるいはね、はい、
近い距離の打ち合いの展開になった時ゴンザレスのアッパーが怖いんじゃないかという印象を受けました。直角に突き上げるアッパーと外間巻き込むアッパーと2種類持っておりますゴンザレス、そのあたりも皆様一つご注目いただきたいと思います。軽いリズムを取りますサウスポー小熊昌司、このあたりはアウトボクシングに引きずり込もうという小熊、ゴンザレスが乗りません。距離を詰めた小熊、さあまたロープを背負いましたゴンザレス、しかし綺麗に手でブロック、しかし左のブレードが当たった、アウトボクシングが小熊の非常に速いパンチ、非常に速いパンチ連打でゴンザレスを捉えます。そしてまた右のストレートゴンザレスを捉えました。ここでここに行ったんがいいですね。そうですね、ここで、ね、見ちゃいけないんですよね。顔面が小熊のパンチを浴びまして早くも赤く好調しております。小熊が今日は非常に下から上と綺麗に打ち分けてますね。そうですね、はい、コンディションはいいみたいですね。挑戦者だけに積極的に勝負を仕掛けなければチャンピオンベルトを獲得することはできません。そのあたりを嫌というほど心得ております。今日の挑戦者小熊、おっと軽く出しました右のフック、これはあるいは相手を誘うパンチだったかもしれません。今第2ラウンドが攻撃で足んないんですよね。そうですか。さあ第3ラウンド開始のゴングが鳴りました。今日のこの小熊ベツリオゴンザレスの世界フライ級タイトルマッチが日本人絡みの世界、おっとまたボディを叩いた小熊、174試合目になるわけでありますが浜松で世界戦が行われるのは今日が初めてであります。それだけに右のフックゴンザレス、そして今度はボディ、ゴンザレスが連打で持っていきますが小熊が距離を取って右のリードブローを非常に有効に使います。浜松市内でもこのタイトルマッチを控えて大いに盛り上がっておりました。果たして4500超満員のお客様の期待に応えることができるかどうか。小熊ゴンザレスの足はほとんどベタ足、しかし小熊に言わせますとそれだけに迫力を感じるということを言っておりました。また、左のストレートボディ小熊、ゴンザレスがスウェーデン逃げようというところ、小熊のスピードがそのゴンザレスをスウェーデンバックさせません。レフリー電金のブレイクの声がかかりました。昨年の8月ブディ・エスパダスから三度タイトルを獲得した試合はゴンザレス判定でものにいたしました。そして初防衛戦マルチン・バルガスは12ラウンド KO 勝ち、そして今日のこの小熊が2度目のタイトル防衛戦ということになります。チャンピオンのベツリオ・ゴンザレス、いいストレートです。小熊惜しい左のストレート流れた小熊、その後すぐに青巻き攻撃いたします。小熊いいですね、なかなかね、ここでちょっと行ってみたいですね。しかし左の小さいフックゴンザレスが決めました。もう一人足んないですね攻撃は。そうですか。小熊も右側の目の下がほんのりと赤く色が変わってまいりました。ゴンザレスの引っ掛けるようなフックが決まったそのあたりです。小熊自身はゴンザレスのあのショートストレート右のパンチよりも左の方が見やすい、まあ右が怖い左がそれほど大したことのないパンチ、そういう印象を話しておりました。おっと思い切ったパンチゴンザレス、右のフック今度は右のストレートショートストレート、これが新聞記者の指摘する怖いパンチゴンザレス。小熊が距離を詰めます。デンキンレフリーのブレイク、小熊がまたボディを願います。スウェーデン相手のパンチを外すゴンザレス、それだけに相手がスウェーした瞬間顔面を狙わずボディを叩くというのが小熊そして木村会長の練りに練った作戦の一つであります。また左のストレートボディ胸のあたりに持っていきました小熊、今度は右から仕掛けました。今第3ラウンド終了のゴング、はい、どうぞ。